どうも滝沢沙織の部屋へようこそ、本日はですねこちら、たくさん置いてあるこの本たち、実はこれ全部台本です。こちらの台本ですね10代の頃から、ずっと役者を始めてから全ての作品に実はなるんですよね。私が連続ドラマをずっと出させていただいてた時があって、なんか日本記録っていうものを実は持ってるんですよ。25連投というんですかね、約6年ぐらい連続ドラマの方にずっと出させていただいてた期間あってですね、その頃のものも全てここには置いてあるんです。なかなかねこうやって台本を出すってことってないと思うんですが、ちょっと私なりに自分も振り返るという意味で今日は見てくださる方だけに役者としてスタートしたものから順を追ってちょっとご紹介していきたいなと思っております。でただ多すぎます。なので順を追っていってあまりにも長いって場合は切ります。ちょっともしかしたらシリーズ化するかもしれないです。なのでちょっと一番最初のところから、こちらからになるんですけどご紹介したいと思います。まずこちら、海ビデオというこの作品なんですけど、こちらは、連ドラではない一番最初の作品で、私が17歳、18歳ぐらいかな、一番最初のインターネットドラマなんですけど、川村あきちゃんのお姉ちゃん役で初めてお芝居をして、まず台本ってどうやって読む、普通に本読むように台本をペラペラって読んで、で自分のシーンがあってそこで覚えたんですけど、覚え方もよくわからないじゃないですか。とりあえず暗記するみたいなっていう感じでその時やってた記憶ありますね。その時は親戚が亡くなるみたいな、でそれでなんか私が手紙を読んでお部屋で一人で泣くっていうお芝居があって、いきなり役者を始めて泣く芝居があったっていう記憶があるんですよ。なんか手紙を読んでたらなんか涙が出てきて、だから右も左もわからない状態でスタートしたのがまずはこの作品でした。ちなみにこの海ビデオっていう作品なんですけど、昔すぎてストーリー絶対覚えてないでその海がすごい綺麗な、そりゃそうだよね、タイトルにあるしあんまり覚えてない次が、こちら、これちょっと縦式ですけど横にするともっと分かりやすいかな。人物がいろんな、そうそうたるメンバーが実は出てるんですけども、ビューティーセブンっていうドラマです。日本テレビさんのドラマだったんですけども、キャストがすごいすごい、主演が桃井かおりさんの主演で、上原貴子さん、神田うのさん、中澤裕子さん、伊藤美咲さん、加藤貴子さん、もういっぱい出てますね。梅宮アンナさんが出てたんですけど、神田うのさんのチームと梅宮アンナさんのチームっていうので分かれてて、でそれが対立するみたいな感じのドラマだったんです。だからちょっとね、ショムニとちょっと似てたのかな、カメラに向かってセリフを言うみたいなっていうのがあったんですけど、私すっごくこれ覚えてるのが、言ってもその連続ドラマっていうのは初めてやったんですね。この時にまずそうそうたるメンバーすぎて びっくりしてたっていうのもあるし、その女性の美に対しての話っていうストーリーだったから、みんなもうとにかく綺麗なんですよ。撮影の時にカメラに向かって言うセリフっていうのがあって、そこがものすごく緊張したのを覚えてて、ちょっとのセリフだったのにうまく言えなかったっていう、ちゃんとここにカメラに向かって言わなきゃいけないみたいなのがもうドキドキバクバクしちゃって戸惑ってたっていう記憶がすごくあるドラマですね。だけど現場ではなんか女性ばっかりで、なんかこうギスギスしてそうな感あるじゃないですか、これだけのそうそうたるメンバーで。なんだけど全然そんなことはなくて、とっても優しくしていただいて、みんな和気あいあいやってる感じのドラマだったので、本当に楽しくお芝居させていただいた記憶があります。そんな思い出の作品です。そして次、これは、単発のドラマですね。 OL ポリス2001、柴咲コウさんと同じ会社のOL 役で出てたんですね。でこの時だから私の名前も後から入ってるから名前入ってないんですよ、台本に。これね、本当にね、どういうドラマだったかね全然覚えてないだからすごくなんかこうバタバタと撮影が終わったっていうイメージです、ね、
そして次こちら温泉へ行こう3です。この作品はですねもう結構シリーズでお昼の時間帯にやっていたドラマなんですけど、加藤貴子さんが主演で、いつもお着物を着てね繰り広げられるドタバタ劇みたいのをたくさんやってたドラマで、その中の、1話分だけ あのゲストで出させてもらったんです。でやっぱり そんなにお芝居まだいっぱいやってない時だったから、喜怒哀楽が結構激しい役だったんですよ。その感情を出すみたいなお芝居を初めてやった作品なんですよ。酔っ払った時に暴れて泣きながら屋根の上に登ってすごい叫んで泣くみたいなお芝居をしたすごく記憶があって、プロデューサーさんからすごくなんかね感情がなってないみたいに怒られた記憶があります。で泣くのもその時はストーリーの流れで泣くんじゃなくて、じゃあ泣くシーン撮ります、はい泣いてくださいみたいな感じの撮影だったんです。だから感情をその時持っていき方が分からなかったから、今もう泣くのみたいな感じの戸惑いもあって 2,3 テイクぐらいだと思うんですけどやって、でもこの時に私は感情を出すお芝居をやってなんかうまくいかなかったなってなったところから、あお芝居って面白いなってこの時から思えたんですよ。それでもっと上手くなりたい、もうちょっとどうやってやっていったらいいんだろうっていうことをすごく大きく感じ始めたのがこのドラマが私はきっかけでした。私のなんだろうターニングポイントというかキロというかそういう作品になってる一つの役者のポイントの作品です。でそしてその次がショムニファイナル。はい、こちらですね、先ほどもちょっとお話ししたんですけども、ショムニこの時私もすでにファイナルだから、その前何作品もドラマでやってた作品だったんです。で江角真紀子さんが主演で、強い女性を筆頭にこうずんずん歩いてって、それがこう強い女性を引き立たせてくれるドラマっていうのは私のイメージですけど一番その最初なのかなっていうふうに私が見てるドラマの中では。だから江角さんがすごくかっこいいなって思ってた作品だったので、その作品に出れるってすごいなって自分で思ったんですよね。で私はこのだからの役どころでは戸田奈穂さんの後ろの秘書家の方の役でやっていて、で江角さんの方のショムニカと対立するっていう、こうお互いにこうカメラ目線で向き合ってガンとかするみたいななんかそんなような感じので、江角さんと戸田奈穂さんが言い合って、でまたすれ違っていくみたいな、毎回あったのが印象的ですね。でもこのショムニに関してはもう本当にすごく嬉しかったですね。なんかテレビの中に自分がこう入ってってるなっていう感じがすごくあったかな。なんかすごく見てる作品だったので、はい、なんかすごく嬉しかったです。思い出の作品ですね、はい、そして次です。こちら NHK の長老流しというドラマなんですけど、この時の役柄が悪ぶった感じのなんかすかした感じの女性の役をしてて、ちょっと強気の感じの女性の役だったんですよね。主演がこの時は坂口健二さん主演で、このドラマの一番印象的だったのが私の初めてキスシーンをしたというドラマだったんです。で台本にキスをするって書いてあった時にどうしようみたいなでしかもこの役柄が私から無理やりキスするみたいな感じのシーンだったから、無理やり、どうしたらいいの、無理やりなんか覆いかぶさった感じでやればいいのかなみたいな、人前でしかもキスするじゃないですか。でももうね多分その時それどころじゃなかったもん、とりあえずキスしなきゃいけないんだみたいな、だからもう緊張してどうやってやればいいですかみたいな感じでそわそわしながらなんか本番みたいな。でしかもその時にテストの時って知ってたかな、キスもそれも定かじゃない、もう記憶にないぐらい多分緊張してたのと、本当にそわそわしたキスシーンが一番最初にやったなっていうふうに覚えてるのがこの小脳流しですね。なんかドキドキしたドラマの一つですね。ちなみに ストーリー簡単に概要ってそれ覚えてます？というわけでですね、これまでちょっとまだまだたくさんあるんですけども、長くなりすぎるのでまたやっぱりこれは次に回さないと収まりません。とりあえずはここまでで一回区切ろうかなと思います。そしてですね、こちらじゃじゃん番宣ですはい、こちらですね1月10日の9時からオンエアとなる
ドクターズ、こちらですね、もう結構長く作品出させてもらってる、10年ぐらいになるのかな、ドクターズ最強の名医スペシャル2021、こちらが、1月10日にオンエアになります。これはですね、医療ものなんですけども、すごくなんかこうね、もうとにかく面白いし、温かくなるような作品だし、感動もできるし、で私のシーンとしては、なんだろうな、まあ、MR さんの役なんです、まあ、要するに MR っていうのは製薬会社の役なんですけど、製薬会社なのにすごくスパイ的役割をやってて、でいつもなんか情報屋さんみたいな動きをしてる人なんですけど、で大体一緒のシーンになるのが沢村さんと高島正信さんとの一緒のシーンが私はほぼほぼなんですけど、まあそこも私の中ではワンポイントの見どころなんですよね。だから、まあ、今回もいろんなドラマが生まれる作品になってると思うんですよね。本当台本読むと毎回面白くて、今回スペシャルやるってすっごい嬉しかったんです。なのでちょっとこちら今週のね1月10日オンエアになるので、皆さんぜひご覧ください。9時からオンエアになります。ということなんですけどね、本日、私こちら台本、まあ、まだ数々のいっぱい台本あるんですけれども、まだ6作品しか紹介してないんですが、これからまたね、良きタイミングを見てそれぞれ順を追って皆さんにお伝えしたいなと思うので、また次回を楽しみにしてください。それでは、今日のこの台本シリーズいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。